軽い女ではない。まあそんな軽い女じゃない。楽しいね。キン筋肉マンのキン、指輪が欲しい、指輪が欲しい。ミラジマ、ミラジマ、ミラジマ。アミューズプレゼンツ、浦間よしかの崖っぱち。この番組は実践前に引くくじで決められた軍資金の中で何とか立ち回るパチンコ実践番組です。お相手はこの方、ヘアリンです。よろしくお願いします。そして崖っぱちゲストはこの方、伊地知博樹です。お願いします。お願いします。前半戦不調で、はい、ちょっと不調が続きすぎてるから何か変えなあかんなあいうのね、前回のエンディングで言ったけど、はい、そうですね、立ち位置変えようぜ、ほんまに。お、変えますか、うん、変えますか。10年やってて、はい、真ん中以外で喋ったことないんですよ。そうですよね、そう、そうですよね。そこ行かせてもらいます。私が真ん中ですか。ああ、ここで。え、もうそれはそうです、それはそうですよ。僕がここおかしいですから。で、いじちもうちょっとあっち行く。じゃあちょっと一回フレームアウトします。一回フレームアウトするかもしれない。映ってます、大丈夫ですか。映ってはいるんですね。ワンちゃん映ってます。まず一応カメラはそちらの方に映っておりますけど、ただちょっと早めの終わらせてもらっていいですか。ちょっとバランス取れないんで。そんな難しいの、そこ。難しいですよ、結構。うっせやん。いや、ほんとほんとです。これ、こけこうなってるんで。早めに終わらせてもらっていいですかね。この4月に、はい、結婚したじゃないですか。結婚しました、はい、僕、はい。ピスタチオ解散が何月やったっけ。5月です。4月は結婚するって知ってたん。解散の報道が出たのが4月27とかなんですけど、うん、結婚4月22にしたんで。ちょっと聞きにくいでしょ、降りようか。あ、僕もしつこいかなと思って、ちょっと、うん、結婚するときは解散するっていうのはもう決まってたってことだよね。もうとっくに決まってましたね。ね、はい。普通は出しにくいやん、タイミング的に。そうです、そうです、はい、将来不安やし。はい、そうですね。それは なんで出すことができた。やっぱ当時の彼女だった時に、相方に解散言われまして、うん、そのことを伝えて、うん、もう今後ちょっと仕事もゼロになるかもしれないと、給料もゼロになるかもしれないっていうことを伝えたら、でもまだ芸人やりたいんだよねっていうことを伝えたら、大丈夫だよと、一人でもいけるよと、頑張った方がいいよっていうことで背中を押してくれたんで、うん、あ、もうこの人だということで強く抱きしめました。うわー、そのまま強く抱きしめて、そのまま婚姻届を、うわーぐらいの勢いでした。ごめんなさいね、フェアリーちゃんの前でこんな。なんでですか。ごめんなさいね、フェアリーちゃんの前でこんな。いや、なんか察 し、まあ、察しましたけど。ごめんなさいね。アドバイス的なあんの。あ、そうね、そう、失敗しないための。失敗しないためのね。失敗し、まあ、離婚はそんなにすぐしない方がいい。よく考えた方がいいと思います。一旦行って喧嘩しても、ちゃんとあんま勢いでこう。そうで、勢い、一旦別居とかして、うん、一旦ちょっと頭冷めてから、また一緒に暮らし始めるとか、その勢いで離婚はしちゃいけない。え、じゃあちょっと離婚したことを後悔したりもするわけ。まあ、その当時は後悔はなかったですけど、うん、やっぱり一周回って、うん、もうちょっと大人になればよかったなっていうふうには思いました。うん、もう一方的にこう離婚届をバッて出しちゃったんで、勢いで、結構喧嘩で勢いで出しちゃったみたいなことなんですね。まあ、ずっとこう喧嘩してる状態で、うん、なるほど、一旦別居しようって話。もうこれいい話ですか。いやいや、フェアリーちゃんがええねやったらな。これ前のご主人見てるかもわからへんよ、うん、いいの、それでも今のこと。まあ、もう結婚されたらしい。あ、そうやった、はい、そうなんだ、はい、あ、ちょっとちょっとで、ちょっと辛くなってきちゃった。うわ、そうなんや。ちょっとちょっと、なんかね、なんか今の話で元旦那さん聞いててね、はい、連絡来てとかいうこと考えたんですけど、そうそうそう、ないんだ。ないですし、私もその解散と一緒で、私も離婚してから連絡一切してないんで、はいはい、あ、そうなんですね。同じです。だからもうこういう状態でさよならっていう感じなんで。ちょっと先輩ですけど、はい、吉田さんなんてこと聞いたんちょっとなんてこと聞いたんですか。そんななると思えへんやんか。いやいや、まあ、これもうるうる来てるよ。はい、まあいろいろ人生ありですね。はい、そうですか。うん、じゃ あ気分を切り替えてですね。いや、無理無理無理。ミスターパチンコ泉大津店では新型コロナ感染対策もバッチリ。寝台続々大量導入。快適な遊戯空間に安心してお越しください。Facebook 協力パチンコ&パチスロ友の会。今すぐ協力ホームページをチェックしたいなんて。どうかしてるぜ。どうかしてるぜ。頑張れ頑張れ。さあ、崖っぱち史上初めて、オープニングの立ち位置を変えてやったんですけど、その効果がどう出るのか実証したいと思います。変わるでしょう。何かしらの時空はとりあえずオープニングで歪めたわけだからね。ユーパチで1回しか大当たりしない吉田さん、ちゃんとせえよ。前半ダメでしたけども、
向こう側ははっきり言ってやるよ、見ててね。はい、ピン芸人の今後を占ういじち、レンチャンすれば未来は明るい。はい、ということで私後半スタートさせていただきたいと思います。ちょっとオープニング重でしたけども、お当たりは軽い方が嬉しいということで、たくさん当てて頑張っていきたいと思います。現在独身のフェアリン、辛い過去は振り返らない。お当たり確率が319分の1になっております。お当たり後はすごくシンプルで 50% で通常のお当たりで、 50% を引いてしまえば小当たりラッシュ直行になるので、いい方の 50% を引ければたくさん、はい、出ますよということで。あー、残り9000円、緊張してきた。こんな緊張感いっぱいであんま出てるってやつ俺だけやろ。ニュータイムが見えてきた。ありがとう。さあ、ものすごい入賞時フラッシュ、合唱みたいなのが聞こえます。エアビー、久々のエアビー。当たりは当たりですから。ここまでいたらニュータイム見たかったな。もういい。あー、ゼブラーマン、そういうことね。ゼブラーマンは相川翔、こっちは筋肉マンゼブラ。すごいね、狂楽台にぴったしのキャラクターがいたもんやね。中野さんの実況が入った。ロビンマスクスペシャル、発展すれば信頼度 50%。まあ、だからこれが普通の時に来てもまあ当たる確率あるってことだよね。マッスルって MUSKC だよ。 KLE やったんや。 K がいいんや。マッスル、マッスル、マッスル、多分正式な発音はマスクル。どこかで空を入れなあかんねやろね。 K じゃなくて C だってば。なるほど、いいね、タワーブリッジで決める。なんかちょっと流れがやっぱ変わりましたね、オープニングの位置で。入りそうな気がして仕方ない。言ってしまえば ST みたいなもんですから、これはハーンが必要です。カマン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 、 OKOKOK、 まだまだ。ああ、緊張する。よっしゃー、さあ父よ、さあルッキンホーザカメラ、ウォー、ウォーズマンや。ルッキンホーザカメラ、オッケー、オッケー。バトル勝利を目指せ。ついに入った超マッスルラッシュ、どこまで伸ばせるか。いや、まあバトルモードにしようか、まずは。バトルモードは正義超人が勝てばラッシュ継続。まずは3ラウンドいただきます。ロビンマスクは上から2番目。ロビンパワーに不可能はない。お、2連勝確定。3ラウンドはまた行くってことか。今度は一番弱いジェロニモ、やばいかも。なるほど、このスピード感か。そらないで、 90% やろ。バトルに負けてもファイナルジャッジが残ってる。 90% やろ。稲妻、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 あっぷんね。稲妻達してなかったらどうなってたん。吉田さん必死すぎ、草。あ、オッケー、あ、そういうことだ、ここか。
だからジェロニモやったらヤバいってことですよ。そういったら再び、あ、ヤバい。もうジェロニモだけはほんま、稲妻4連勝止まり。左打ち、ああ、うるさ。なんでこっちの10分の1はすぐ引いて終わんねん。うら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 言ってるジェロニモに、ほんでやられんねんからな。こんなおじさんがキモい話だけど、はい、すごい恋愛体質だから僕、はい、あの家に帰って一人だって考えると俺もう家帰りたくないもん。あ、俺ダメだね、その一人がダメだから。わかります、はい、わかります。家帰って一人だと思うとゾッとするもん。あ、そう、寂しいですよね。寂しい、本当に私今寂しいんですよ。あ、なんかごめんね、こんな話して。ごめんね、なんか本当ですよ。こんな話いいですね。本当に私一人ですよ。もうフリーじゃんこの人ね。もう芸人しちゃってるじゃん、自分から振って。あ、ちょっと待ってください。あれ、またこの話したら、またこんな話をしたら、入賞フラッシュ、ね、白パターンですね、来ました、ね、いやでも、でもあるよ、さっきそれで僕入ってるからね、はい、当たってくれたらちょっと報われる、本当に。ぼっちのフェアリーに愛をください。じらすね、まだ。はい、じらされてますよ、私さっきから。ゼブラ来い、ゼブラ来い、ゼブラドロップってください。ゼブラ来たらもうやばいよね。赤赤まで、とりあえず行ったあこまで、はい、来ました、赤まで来ましたよ。もういい、もういい、私もうそんな軽い女じゃない。もうそんな軽い女じゃない。これで当たってくれなかったら私もう本当に別れる。でも入賞フラッシュ来てるからね、一応ね。そうです、そうです、そうです、うん、もう私これで入らなかったら本当にもう諦める。もう一個なんか欲しいね、はい、もう一個あと一欲しい、お願いします。もう2番目の女は嫌だよね。2番目の女は、もう2番目の女は付き合ってらんないっす。もう本命にしてほしい。もう付き合ってらんない、もう無理よ。そう、もう無理よ、もう本命にしてほしい。私だっていい歳なんだから無理よそんなの。なんで鬼なの、あらら、らなんで鬼なんだい。タマ男ゾーンが来てくれたらですね。タマそこだね。ストックですね。ストックはたまりましたよ。ジェット、ジェットだよ、ジェットでございますよ。タマ男、ジェット、ジェットガンがどこでチャンスアップを。赤も、赤も来ました。ジェロップ赤でございますよ。ありそうだよ、ありそうだよ。お願いします、私を幸せにしてください。お願い、あ、来るでしょこれ。うん、おっしゃ、ある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 、これはあるでしょ。ここでゼットガンストックを使用。はい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 、あー、あー、来ました。よしよし、今もう婚姻届けまで書いてるからね。もう書いてる、書いてます、あと出すだけ。はい、出すよ出すよ、上がれ上がれ、75以上、50分。え、よっしゃ、よかった、おめでとう。結婚できました。フェアリー幸せになってる、幸せになる。こっからなんですよ、こっからだから。ラッシュ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 が大事です。ラッシュですから、いかにね長引かせるかね。そうです、長続きさせるか。ラッシュでございます。まだ婚姻届出したけど指輪入ってないんで指輪まだもらってない状態なんで。指輪欲しいか、指輪欲しいか、指輪が欲しい、指輪が欲しい。いや、まずはここでしょうね。最終形態がさっきから来ない。まだ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 、お願い、いっちゃいっちゃ、頼む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 、倒せ倒せ倒せ、頼む、これボタン、あー、いけ、あー、まだ、そうですね、まだわからない、まだ家に帰ったら指輪置いてある時あるから。そうだそうだ、ない、今日ないと見せかけて。そうだそうだ、そう、家に帰ったらある時あるから。そっか、うん、お、ない、なかった、なかった。やっぱり 2番目の女でした。まだ、まだ2番目の女か、まだ2番目の女でした。本来でもアマデジってこういうもんやもんな。入って、あー、くそ、連チャンしなかったか。でもまた次すぐチャンスが来るみたいなことやもん、楽しみ方としては。
ちょっと俺が異常に毎回毎回ハマりすぎるんよ。ミスター寝台マイナスプロモーション健在です。お、さあ筋肉マンらしからぬ演出からの、結構ちょっと負けがちなメンバーが揃ってるけど、お、あー、いったいった、ここまで来た、かっこいいよ、グッドラック。今のテリーマンがラッセルクローだったら大当たり確定やったんですけどもね。ラッセルクロー似てるか、ただ弱いよ。うわー、こんな弱い形のリーチで終わるんか、おい弱いぞこれ。さあ頼む、マスクルが降りてきたよ、マスクルが降りた、星3つ半。うわ弱い、ルッキンホーザキャメラ、これ何の意味あるんだろう。ルッキーホーザキャメラ、だほんま最近の強楽台はほんまに最後のカットイン超重要。最近のってこともないか、ずっとか。いやガンツはなかなか厳しいです ね、 まあ、一撃があるからね、はい、夢見ちゃうけどね。そうなんですよ、ちょっと頑張りたい。夢は見るものじゃないよ、掴み取るものだよ、はい、どうしたんですか急にね。そうだよね、はい、はい、そうだと思うんですけど、あの急に冷たくなるのやめてもらっていいね。お、来ましたね、来い田辺、派手なの来い。お、どうなんだ、どうだどうだどうだ、紫だよな。紫か。まだでも僕は信じてる。はい。僕は信じているよ、君を。始まりが紫なだけだ。実はこれからだよ。可能性もありますからね。続くじゃないですかね。ね、続くでね。はい。この後大事なのここです。そうですね。この後。まだ俺は信じてるんだ、君を。もうゼブラ来ちゃい、ゼブラ。ゼブラ見たいな。見たいよゼブラ。ちょっとテンション上げたいですね。本当だよ。眩しいよ。これは期待しよう。はい。最終形態ね。はい、最終形態です。嬉しい。最後にやったよ最後に。よかったー。フェアリーちゃんはもうなんか当たんないみたいな感じの空気出てたけど、僕は信じてたんで、ずっと。そんなことない。僕は信じてたんで、あなたを。いらっしゃい。はい、はい、信じれば報われるんですよ。そうですね、おめでとうございます。素晴らしい。夢は見るものじゃない、掴み物なんだよ。はい、前半の線は超えてください。ました。3つのモードから選べます。何でもいいですよ、バトルが楽しいかもしれないですね。それです、バトルボーナス。じゃあバトルにしよう。これですよ、こっからですから。いいですね、いいですね。いいよ、いいよ、いいよ。続けば続くほどいいからね、これは。いいネギ星人、ネギ星人、大丈夫です。ネギ星人大丈夫です、安心してください。はい、ありがとうございます。あ、鬼の千住が来るとちょっと怖いですね。あ、やばい。赤だ、大丈夫です。赤だった今、はい、はい、これ大丈夫です。今赤だったもん、だってどうですか、楽しいですか。もうね楽しいね。そう、楽しいですよね。ガンツ楽しいね。みんな打ってよかったら、うん、こうなったら楽しいですよね。あ、ビッグ来るかも。来い来い来い来たら 40% ぐらい来い。やった、やばい、もう来てる。おめでとうございます。だってよ
ってんだもん、ヤバイブもう。さあ、ロビンマスクの赤ゼリフでしたね。さあ、ゲーム数59回転目、あ、60回転目なのかな、だからそろそろほんまに確率分もいないでコントあかんよ。ユーパチでここまで大当たり少ない人今までいなかったよ。おお、保留変化。金筋肉マンの金金金金筋肉マン金保留で金筋肉マン筋肉マン金保留で金筋肉マン筋肉マン金保留で金筋肉マン早口言葉 90?91% 絶対当たる。降水確率 90% で晴れたことないぞ。超人ちゃうやん、もうあんなんもう超人の息超えとるやないか。そうだね、超決戦大チャンスだよ。おい、これはもう稲妻いらんね。よ、横目プッシュでええわな。横目プッシュで OK。 あはん、しまった、はんが遅れた。うわ、肉食うでええやんけ今の。何があかんねん。うせやろおい、なんでここだけ、なんでここだけ律儀に。もううせ、なんでこんなあかん方の確率だけちゃんとくんのよ。1万発いきますかね。いきますね、いきますね。いってほしいな。おお、やったー、やりましたー、やりまー、揺れてます揺れてます出てます。この一撃があるからいいんですよね。そうなんです、そうなんです。このためにやってるんだから。どうだどうだ、やめて。うわ怖い、最終決戦。うわ大丈夫、大丈夫です。チャンスアップが1個でも絡んだら継続以上なんで。頼む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 、俺はまだやれる、まだやれる。お2回やばいね、俺はまだやれるぞ。赤まで行け、紫か、紫ちょっと寒いですね。ちょっと頼むぞ頼む、いける、まだいけるよ。はい、あはいはい、次まだファイナル Z 缶だったら大丈夫です。よし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 、うわお Z 缶大丈夫です、継続。嘘でしょ、ごめんねスタッフさん、ごめんね待たせちゃってすいませんね。持ち玉で1万5000いった、はい、余裕にプラスですね、余裕でプラス。お来た、期待を切ったビッグボーナスじゃないですか。来ました、やりました、もう終わる気がしません、ごめんなさい皆さん、すいません。2万発が見えてきました。鬼だ、鬼だ、どうだ、頼む、どうだ、あ、やばい、大丈夫、まだ最終決戦。鬼星人が選ばれるとやばい。お、田中さんは まだね、希望はある。鬼よりかは赤赤赤、紫か、紫ね、さっきこれで大丈夫だった、頼む、いける。が、まだファイナルジャッジがあるので、ま、さっきこれで大丈夫だったじゃねえか。はい、 Z、 うわ、 X か、これ X でもまだある、いけ、でも
っと待ってよ、ちょっと待ってよ、ちょっとスタッフさん、睨むのは違うって、スタッフさん、ちょっと待ってよ、睨むのは違うって、ありがとうございます。2万発オーバー達成。いやー、ちょっと待って、素晴らしい。ついに終わりが見えなかったイジチに終わりの時が。緑はちょっと弱いですね。緑は弱いね。ただ今までのがありますから、まだもうファイナルが、いつもここ最後ですからね。何回もここを乗り越えてきたんだ。 XZZ X か、まあ復活があるかどうかですけど、なかった、終わりました。最終何発かですね。でも十分でしょう。お疲れ様です。はい、結果発表です。さあ、じゃあまず俺から行こうかな。投資29,000円、出玉0玉、トータルマイナス7,250玉です。お疲れ様でした。まあ3回当たったんですけど、3回のうち2回がもう確率分母超え、でその3回のうち2回が単発、うわ、で3回のうち1回確変やったけども、この 90% ループのはずが最低でも、はい、4連で終わるという、うわ、全部裏ダメですね。甘デジでまず 3回より少ないですよね、初当たり、はい、家も今日俺バックで帰ったのかな。その方がおてんちゃうか俺でも。私は投資が4万円、出玉0玉、トータル1万玉ということです。おお、ついにやってしまいました。ついに崖っぱちで、はい、連勝記録が崖っぱちで、そうなんですよ、負けてしまいました、まあ、初当たりは引けるんですけど、やっぱラッシュの壁が遠くて、そこがなかなか、初当たりトータル3回トータル3回引いて3回ともラッシュ入らなかったんですね。全部入らなかったんですね。ああ、俺と一緒や、裏私も今日バックで帰っていこうかなと思います。いやいや、ブラジャー前と後ろ反対。いや、それはちょっときつい。桜も折れちゃうから、桜も、そうですよ、桜もこんにちはしちゃうから、それは。まあでも、隣で見てましたから、はい、俺も結果知らないんですよ、一緒にすごいことになってるって聞いたけど、僕はですね、投資が3万1,000円で、出玉がですね22,678玉で、トータル +14,928玉です。プラス、はい、ありがとうございます。おっ、ありがとうございます。先ほど言ってたあのピスタチオは15連したって言ってましたけど、はい、50連以上かましましたんで、はい、あ、そんなに来た、はい、なので、あのピン芸人の方が幸先明るいということで、ほんまやで、はい、そうなんです、ほんまに小沢ありがとう。開催してくれて。投資3万1000円って結構結構いったけども、はい、使ったですよ、ドキドキしてましたよ、はい、マクロン早かったね、はい、そうですね、出てからが早かったですね。早かったね。だから本当に最後の最後ですよね。そうです。最後の最後に出て、そこから連チャンが止まらなくて。ああ、そんで途中、最初の方は1万発ぐらいまでは、スタッフさんすごいな、はい、そうです、喜んでくれたんですけど、はい、1万5000超えたぐらいから何人か睨み始めまして、2万超えたぐらいにはカメラ半分になりまして、もう撤収されて。だってまだ収録はあるわけですから。いや、そうなんですよ。ああ、そうなんですよ。お前にあそこ座られてたんでは、次の回ガンツ取れないでしょ。前の回のイジチがまだ売ってるみたいになるから。じゃあイジチの未来は明るいということで。あれ嬉しいですね。ああ、だからちょっとこのフォーメーション良かったね。いいかもしれないですね。ちょっとずれてるっていうね、こっちに、ね、はい、俺も一応当たったわけやし、はい、私は当たったけど、なんかちょっと不甲斐ない。これまたちょっと考えてもちょっと後ろに微調整次のオープニングどうなってるか楽しみですよ。そうですね、次のオープニングが、またこうちょっと調子出へんかったら並び位置変えたいと思います。はい、というわけで今回はこの辺で、さよなら。パチンコパチスロライフを自由に投稿できるファンコミュニティサイト、共楽パチンコ&パチスロ友の会。パチンコ好きな仲間が毎日たくさんの投稿で大盛り上がり、共楽の最新情報もいち早くアップされてます。ここでしか聞けない開発者裏話で盛り上がるパチンコアカデミーや、ライターと一緒に飲みながらパチンコ談義できるオンラインイベント情報もいち早く発信中。もちろん誰でも無料で参加可能です。詳しくは共楽ホームページをチェック。チェックしないなんてどうかしてるぜ。いや、抑えずに行こう。チェックしないなんてどうかしてるぜ。どうかしてるぜ。YouTube 共楽チャンネル内のコメント欄に寄せられた視聴者の皆様からのお便りをご紹介します。クリームパンさんからいただきました。崖っぱち放送丸10年おめでとう、レジェンド番組。あー、そうか、もう丸10年、すごいですね。10年すごいですね。
全然10年前と今はもう状態が違いますからね。僕独身やったしね。あ、そうですね。私もパチンコ関連したのが10年前なんで、ああ、ちょうどスタートしたっていうことですよね。あ、そうなん。はい。でしかも、まあ、収録時間とかの云々の関係でガンツの面白さをアピールしたくてしょうがないんですよ、こっちは。はい、だけど出る出えへんっていうのはガチですから。はい、そうなんです。出えへん買っても仕方ない。はい、その出えへんのが4週続く時もあるからな。そうですね。はい、それで10年やで。はい、値打ちが違うよ。レジェンドや、こんな。はい、決して連勝するわけでもなく、それでもやっぱ見たいって視聴者の方がいらっしゃるってことですよね。なあ、はい、13勝14敗ぐらいの格闘家やけどあいつの試合は見たいね。見たいみたいな。はい、それ目指していきますんで。皆さん、たくさんの投稿ありがとうございました。毎回ご紹介するのでじゃんじゃん投稿してください。お待ちしてます。